それではですね、第一テモテの5章を開いてください。5章のですね、今日は21節になります。5章の21節になります。題名がエコひいきしない神と、つけましたけれども、一節ずつはですね、来週ですね、午前になってしまいますが、5章全体を見ていきたいと思いますが、今朝はこの21節です。私は神とイエス、キリストイエスにと選ばれた御使いたちの前で、あなたに厳かに命じます。これらのことを先入観なしに守り、何事もエコひいきせずに行いなさい。テモテへの手紙を読んでいてですね、まあ、皆さんももうお分かりだと思うんですが、指導者、監督者に対して語っていますけれども、まあ、指導者というのはいろんな判断と決断をしなければならないわけじゃないですか。で、難しい決断もあります。判断もあります。まあ、この5章ではヤモメですね。ヤモメを、どのヤモメを世話をするのかっていう話。今はね、福祉制度がありますけれども、昔はそういうものないですから、旦那さんが死んでしまったら、いわゆる未亡人って、かなりの困窮になるんですよ。だけれども、例えば家族が世話ができる人がいるのに、教会が世話をするのとか、あるいは逆にそのような生活保護みたいな感じで、教会が与えると逆に堕落してしまうとかですね、いろんな難しいことが起こる。その中でどう判断しなければいけないのか、これかなり大変な判断をしなければいけない。これがね、前半部分に書いてあるんですよ。で、後半はですね、もっと大変な話です。長老が罪を犯したらどうするかっていうことです。牧者が罪を犯したらどうするのかって話です。これが大変ですよね。とてつもなく大変で、もし誤って判断したら、これは立てられてる人をですね、抽象するというか貶めるっていうことになりますから、そっちも大きな罪だし、でも罪をこの裁かなかったらこれもやばいことだし、で、それで面白いんですよね。これ来週見るけどね、なぜかね、この23節に、これからは水ばかり飲まないで、胃のためにまたたびたび起こる病気のために少量のブドウ酒を用いなさいってね、このことでね、胃が悪くなっちゃってるんですよ。こう体にも出ているってこう推測できるような、このような大変な決断をしなければいけないときにですね、パウロは、霊的にね、信仰的にお父さんのような存在ですね、テモテに対してね、厳かに命じたんですよ。で、それで、神とキリストイエスと選ばれた御使いたちの前でって、もうこれすごすぎませんか？神と、キリストイエスと選ばれた御使いのためで三人呼んでるっていうか、三者を呼んで、厳かに命じると言っているわけなんですよ。つまり、テモテが判断を下さなければいけないんですが、テモテ自身が、裁かれる立場にいるんだよということをですね、パウロは明確にしているわけなんです。つまり、裁きを行う人っていうのは、実は神の裁きを裁かなければいけない。神の代理人であって、自分が裁くのではなくて、神の裁きを裁かなければいけないということです。で、ここから明確に分かるのは、よく言われる言葉ですね。裁いてはいけません。裁かれないようにするためですと、いわゆる裁きというものは、神のみに属していることなんですよ。裁く罪について今日は取り扱います。で、もう一つ、もっと、身近な問題としたら、先入観とか偏見の罪って言っていいですね。これはもう、ひっ
きりなしに私たちは過ちを犯してしまうんですが、実は聖書ではかなり厳しくこう取り扱っている内容になります。で、裁きっていうのは神のみにあるんです。だから だったら私たちは判断してはいけないのかっていうのは、これは全く違います。判断をするんです。で、こういう読み方ね、よくあるでしょ、ね、あの殺してはいけないって言ったら全部ね、殺すことをいけないってこう解釈してさ、ね、あのじゃあ警察の人がね、あの拳銃持ってんのもいけないって、そういう話、極論な、いや、そんなこと何も言ってない。だからこっちも同じで、裁いてはいけない、裁かれないためですっていうふうな言葉を使って、クリスチャンたちがですね、ちょこっと何か判断すると、ほら、裁いてるって、逆に裁いてるよね、そうやってね。そういう意味じゃなくて、裁きは神のものなんだって話なんです。で、裁くときは、神を恐れて、神の裁きで行っていくから、非常に厳粛なことなんだと。いうことなんですね。聖書には神が裁き主だっていうことが明確に書かれてまして、ダニエル書の7章の9節と10節、今日かなりちょっと聖書の箇所を引用するので、まあ、開かなくてもいいし、開いてもいいんですけれども引用します。で、それが、一つ目がこれなんですが、ダニエル書の7章の9節と10節にこう書いてあります。私が見ていると、やがていくつかの御座が備えられ、年を経た方が座につかれた。その衣は雪のように白く、頭髪は混じり毛のない羊の毛のよう、御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から出ていた。幾千もの者がこの方に仕え、幾万もの者がその前に立っていた。裁きが始まり、いくつかの文書が開かれたということで、神はいくつかの文書を持っていて、人々の行いを裁かれるわけなんです。まあ、黙示録の20章を見ればそれが書かれていますね。そしてこの父なる神が息子であるキリストに裁く権限を任せた。だから王子が王から権限がね、こう裁く権限が任されるのと同じように任されたわけなんです。ヨハネの5章の27節で、また父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました、子は人の子だからですと、このように言っています。で、具体的にイエス様戻ってこられて、オリーブ山で語られた内容ですね、羊とヤギの裁きのことなんですけれども、マタイの25章の31節から読みますと、人の子はその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴って来るとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が御前に集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギからえり分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きますと言って、イエス様は困窮している人とか、窮している人、何も持ってない裸の人とか、そういった最も小さきものにしたことは私にしたのですと、かなり個人的に受け止められるわけなんですね。だから私たちがどうしているのか、主にあってそういう人たちにどうしているのかっていうこと全部に対して、イエス様は個人的に受け止められて、裁きをそれに従って行われて、羊に襟分けられた人は神の御国に入って祝福されますけども、そうでない人は悪魔と悪霊どもがのために用意されたゲヘナ、地獄に投げ込まれると、こう書いてあるわけなんです。でね、御使いと書いてます。で、これね、聖書ではね、で実際に私はそう信じてますけど、力強いんですね。そしてこの神と共にこういる存在で見張ってます。ネブカドネツァルというバビロンの王ですね、夢を見たんですけれども、でそれがですね、こう大きな木ができて、鳥が住んでいるところがこう一気に振り払われて根株になってしまうというですね、この夢なんですけれども、それをダニエルが解き明かしてこう言いました、4章の23節、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてと、こうやって、そして30節に、この大バビロンは、
こう降りてですね、そして寝株になると。だから見ているんですよ、ずっと。そしてね、ネブカドネツァル王がこう言ったんです。4章の30節。この大バビロンは、王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が私の権力によって建てたものではないかって言って、そのことを語ってる時にですよ。語ってる時に、この言葉がまだ王の口にあるうちに、天から声があった。ネブカドネツァル王よ。あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。だからこのように力強い御使いが、このもうずっと見ていて監視していて、かのネブカドネツァルが言った言葉、もう言葉が出ている時にもうこの裁きが下ったということなんで、つまり父なる裁き主なる神がおられ、その権限が任されているキリストがおられて、人をずっと見て思いや口さえも見張っている御使いがいて、つまり主の前では私たちは裸であって申し開きをしなければいけないわけなんです。ヘブルの4章の13節で、神の御前にあらわでない非造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私は申し開きをするのですとあります。で、先ほど話したように、裁く人は裁かれるということを恐れなければいけないって話をしましたが、聖書で興味深いんですが、裁きつかさとも訳されている言葉ですね。まあ、裁判官ですよ。エロヒムっていう言葉になってます。で、エロヒムって、あれ？神じゃないの？そうなんです。そうなんです。同じヘブル語が、エロヒムが使われていまして、だからエロヒムって神と訳されるときと、神々って訳されるときと、裁き人って訳されるときと、この、こう、同じ言葉が使われているんですよ。ですね、この裁きつかさのところに人が連れてこられるときに、彼をエロヒムのもとに連れて行くって書いてあるんです。これ出エジプト記の21章の6節。なんでかわかります？裁くっていうのは神がすることだからです。そして人が立てられても、だってそうでしょ、裁くってすごいことですよ。人の運命を決めますからね、全てを。だからそれだけの力を持っているということは、神を代理しているものであって恐れる必要があるんですけれども、それをしていないものに対する裁きを、つまり悪を行っている、神を恐れてないで自分こそが神であるかのように振る舞っている、その裁判官たちに対する裁きの宣言が、さっき読んだ詩編の講読ですよ。82編なんです。いや、ちょっとなんかあんまり集中して読んでなかったっていう方はですね、もう一回開いてですね、もう一回改めて読みますよ。いいですか。で、ここの箇所を読むときね、聖書開くとね、この新改訳の聖書ってすごくいいんですね。このね、ヘブル語ではこうなってるよって下に説明があります。だからこの日本語だけ読むとね、ちょっとよくわかんない話がこう出てくるので、この肝心なところだけをね、このヘブル語にして読んでいってもいいかなと思うんですが、こう言ってます。エロヒームはエルの会議の中に立ち、エロヒームのただ中で裁きを下す。いつまでお前たちは不正をもって裁き、悪しき者たちの味方をするのか。弱い者とみなし子のために裁き、苦しむ者と乏しい者の正しさを認めよ。弱い者と貧しい者を救い出し、助け出し、悪しき者たちの手から救い出せ。彼らは知らない、また悟らない。彼らは暗闇の中を歩き回る。地のもといはことごとく揺らいでいる。私は言った。お前たちはエロヒームだ。皆、意図高き者の子らだ。にもかかわらず、お前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れるのだ。ですね。だから、神のようにこう、おごっている。で、それで貧しい者を虐げるような裁きを行っている。ですね。で、そういう時に、お前は人のように死ぬんだ。こういうふうにね。単なる人なんだよお前はっていう、まあ、こう戒めてるんですね。で、神を立ち上がって地を裁いてください。あなたが全ての国々をご自分のものとしておられるからですと、このように正しく裁く神がおられることを教えているんですよね。これが神の前に、キリストイエスの前に、そして御使いたちの前にの背景になります。で、次ですね、
これらのことを先入観なしに守りなさいってこう言ってます。先入観をどうしても持ってしまうんですけど、その一番大きな理由は見た目ですね。見て良いように見えるものを良いとし、そうでないものを悪としてしまう私たちは弱さを持っています。イスラエルの人たちが王が欲しいとサムエルに言った時のことを思い出してほしいんですが、そして人々が願うような指導者を神が、まあ、仕方がないっていうね、語弊がありますけれども、仕方がなく選ばれたわけなんですね。神の御心ではないんだけども、彼らがそういうふうに言うから、では実際に人間の王が与えられたらどうなるかっていうことを知らないとね、彼らは自分が罪を犯しているってことはわからないからということで、お許しになったわけです。で、選んだ人、神が選んだ人は、こういう人です。第一サムエル記の9章の2節。美しい若者で、イスラエル人の中で、彼より美しい、ハンサムなものはいなかった。彼は民の誰よりも、肩から上だけ高かった。ね。かっこいい人が選ばれたんですよ。サウルですね。王にふさわしい人だったんです。ところが、彼は主の声に聞き従わなかった。それで王位が退けられたと宣言されました。このサムエルに通して。でですね、今度サムエルはベツレヘムに行きなさいと言ったんです。言われたんです、神様から。で、そこでエッサイという家があって、で、その息子が8人かな、いるわけなんですけれども、そこで油を注ぎなさい。次の王になる者の油を注ぎなさいと命じられたんです。で、行ってですね、まあ、並んだっていうか、初めに連れてこられたのが、その長男のエリアブだと。で、そしたら、心の中で、サムエルは、きっと主の前にいるこの者が、主に油注がれるものだと思った。ところが、主が言われます。16章の7節、第1サムエル。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るように見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。で、選ばれたのはそこに来てもいなくて、この、羊飼いをやっている、末の子であるダビデが連れてこられたんですよね。こういうように、上辺でどうしても裁いてしまうんですよ。イエス様も上辺で裁かれた方でした。ヨハネの7章の24節で、上辺で人を裁かないで正しい裁きをしなさいって言われたんです。まあ、イエス様は要望で裁かれたというよりも、表面的な立法、安息日の立法の解釈で裁かれてました。38年間、足内の男ベテスダのです、池ですね。その、寝床にいるものを起き上がりなさいって言って、この起き上がらせたことに対して安息日を破ってるとして、この、咎められたわけなんですね。で、イエス様はこう言われました。あなたたちは、ね、割礼を8日目に施しなさいという立法を守る。で、8日目が安息日の場合なんていくらでもあるわけですよ。やってるのは、この男の子の赤ちゃんの包皮をこう切り取ることで、まあ、ある意味で医療行為でしょ？ね。まあ、医療行為でしょ？で、それをやっているのに、この人をですね、足が動かないのを動かすようにしたっていう、こっちも医療行為じゃないですか、ある意味で。こっちは仕事で、じゃあこっちは仕事じゃないのって矛盾があるわけですよ。で、こうやって表面的に裁いて、そしてことのこの真相のところは裁いてない、間違った裁きを行っている、上辺で裁かないで正しい裁きをしなさいと言われたわけなんですよね。表面的に裁く、よくありますね。で、先入観って、今まで私たちが見聞きしたことによって、あるいは自分の心の罪によって、こう、歪んだ形で積み上がっていくんですよね。
本当に避けて通れないものなんですけれども、しかしね、主の前で大きな罪になるんですよ。イエス様が多くの奇跡を行われて、聖霊の力で行われて、これを素直にそのまま見ていたら、これはメシアである、この神から来た方であるということを認めざるを得ないというか、認めるわけなんです。ところがパリサイ派はこう言ったんですね。マタイの12章24節で、この人が悪霊どもを追い出しているのはただ悪霊どものかしら、ベルゼベルによるものだと、こう言って、この先入観丸出しなんですよですね。素直に見えるものを見ないで、そうではないと思い込んで、さらに偽りの中に、でこれがもう取り返しのつかない罪なんだよってことをイエス様その後で宣言されたわけでしょ。だから私たちは純粋な心を求め続けていく必要があります。第一ペテロの2章の1節2節に、ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の身子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。純粋な霊の父を慕い求めなさいなんですね。でこういうふうに見た目、こう表面的に裁くっていうことです。まあ、これに関連しますけども、ですどういう見た目で、まあ、さっきはね、なんだっけ、サウルがかっこよかったって、ね、あるじゃないですか、ね、であとね、聖書に出てくるのはお金持ちや力ある人におもねる傾向で、ね、ヤコブってね、すごい、ヤコブの手紙皆さん読みました？読んだことあります？もうそのまま叱っているお父さんみたいな感じだよね、うん、でね、しかもいかにも宗教的に動いている偽善っていうのかな、それに対してストレートにね、こう語ってくれてるんですね。2章の1節から4節読みます。これもね、教会の案内係の人の罪を指摘してるんですが、こう言ってます。私の兄弟たち、あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら、人をエコひいきすることがあってはなりません。あなた方の集会に金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきて、またみすぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。あなた方は立派な身なりをした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席のお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたは立っていなさい、でなければそこに私の足元に座りなさいと言うなら、自分たちの間で差別をし、悪い考えで裁くものとなったではありませんか。なんかあるよね。ありますよ。これだけしっかりとしたきちんとした格好の人をですね、ちょっとそこに座ってなさいってやらないよね。でいつもそういうね、汚いところに座っている、まあ、ホームレスみたいな人がいたら、いやちょっと座ってて、やっちゃうよ。でも栄光のイエス・キリストへの信仰を持ちながら、何やってるんですかとか怒ってるんですよね。叱ってるんですね。でね、アメリカと韓国で、まあ、よく起こる話なんですが、まあどっちもクリスチャンの多い国です。ね。でね、政治家も結構いるんです。韓国もそうですよ。韓国多いですよ、もう。多いですよ。でね、教会を使って選挙活動とか政治活動をしちゃう傾向があります。本当に真面目なクリスチャンも多いんですが、どうしてもこう周りの人もそれをなんかもてはやしちゃ こう傾向があるし、特に選挙が近くなるとね、こう結構こう熱心になる人もいるんですよ。だから本当にクリスチャンかなと疑っちゃうんですが、でね、チャックが言ってましたが、重要人物じゃないよって。神の前では全ての人が等しく重要なんですよって。うん、こう言ってました。で、私の友人の韓国の牧師さんも、実際に会ったらしいです。ね。で、普通に他の新しく来た人と同じようにお迎えしたそうです。全く彼が、こう、何ていうか、特別な扱いを受けないように、
まあ、意図的にしたそうです。どうしてもやっちゃうよね。私も一生懸命さっきの2章の1節から4節をです、ね、頭の中にボーってこのフル回転させですね、そうしないとどうしても重要な人には重要に、そうでない人はっていうふうになってしまいます。あと裁きをする人のね、誘惑は賄賂を受け取れる。まあ日本は厳しいけど、まあね、こうそうじゃない世界を考えていただきたいんですが、賄賂ってしょっちゅうなんですよ。だから聖書の中でも本当にたくさんそのことが書いてありまして、でね、もう一つでも大事な点は、これ今の時代すごく当てはまるんじゃないですかね、弱い人にもひいきしちゃいけないっていう。聖書に従えば弱い人も強い人も罪人です。弱い人も嘘つきます。どっちもダメなんだよっていうことが、レビ記の19章の19節に書いてあって、不正な裁判をしてはいけない、弱い者をひいきしたり強い者にへつらったりしてはいけない、あなたの同胞を正しく裁かなければいけないと。あと先入観は、自分と違う背景を持っている人に対してはやってしまいます。ガラティアの3章の28節で、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですと、ね、これパオロ言ってってね、これね、逆を言うとお互いに先入観偏見持ちまくってるからこう言ってるんですよ、ね、で男と女ってね、もうこれだけでももう大きな話題になるでしょう。どれだけ考え方が違うか。お互いに尊重し合っていこうっていうね、運動がね、なんかあって、これクリスチャンじゃないけど、おすごいいいこと言うなと思って僕感心してたんですけど、どれだけ違うか。で、わからないので、どうしても男は男の発想で女の人を見てしまうし、女の人は女の発想で男を見てしまいます。で、新約時代においては、これ一番大きな課題はですね、ここでの書いてあるユダヤ人とギリシャ人っていうのが一番大きな課題でした。ユダヤ人と異邦人の違い。で、これが、もう本当に大きくて、で、異邦人、完全にローマ人みたいなのはあまりにも違うので、蚊帳の外です。で、どういうふうに考えたか。あ、異邦人地獄行きだから、文句なしで。みたいに考えてました。だから食事もしない。ね、全然絶対しない。タブーですよ。だから、ペテロが、コルネリウスの家に行くのってめちゃめちゃもうやばい、タブーをこう破るみたいな感じ行く、このことで、で兄弟、ユダヤ人の兄弟でさえがですね、イエス様を信じている人でさえがこう責めたわけ、叱責、なんで行ったんだっていうふうに言ったぐらいだったんです。もうだから蚊帳の外です。だから私たちもあるんですよ。あ、この人たち蚊帳の外ねって。あ、そう、誤解がないようにね、もうビデオに撮られてるからね、LGBT の理解増進法に対して危機感を私はあらわにしたことを説教でありましたけども、でもクリスチャンの中にあると思うんです。 LGBT の人は蚊帳の外だって、うん、あの人たちはもう救いようがないよねってね、こうどこかで奥深くに、うん、そういう時はね、逆転の発想してください。彼らは神に愛されてる。救いがここでバンバン起こったら、もうどれだけ麗しいかっていうことを本当にね、もう情熱を持って祈ってください、うん、風俗にいる人はどうですか。いや、もう帰りの外ね、どこかで思っちゃいます、どこかで思っちゃいます。で、いつの間にかもう遮断してるんですよ、ですね。政治家はどうですか。政治なんて汚いから帰りの外に置いてます。いろいろありますからね、まあ、たくさん入れますよ、ね、たくさんありますよ。でね、蚊帳の外はまだいいんですが、今度はね、少し共通項がある人は今度はね、憎しみの対象になっちゃいます。いわゆる兄弟間の憎しみみたいなもので、それがね、サマリア人なんです。ユダヤ人にとっては血がね、少しつながってるの。どこで変わっちゃったかって言ったら、あれです、アッシリア捕囚です。ですね。北イスラエルの人たちが捕らえるされるんだけど、残った人たちも結構たくさんいたんです。
で、他のとこから異邦人が連れてこられて、で、雑根ですよね。いわゆる根血です。それによってサマリア人が生まれたんですけども、それだけでなくて宗教も根根にしちゃったんです。そのユダヤ教だけじゃなくて、その異教もあって、そして、選ばれてる山はシオンの山、エルサレムだったんですけれども、神様の選びですよね。けれども、ゲリジム山。ちょっと、ここでね、あ、これやったら、あれかな。でもちょっと冗談ですよ。めちゃめちゃ冗談ですよ。ゲリジムさんこの前行ってきましたとかで、ね、なんかこの前 の、 6月行ってきたんです。ゲリジムさん行ってきました。でもサマリア人の、ね、こう遺跡あるんですよ。そこにサマリア人今もいるんですよ。実は住んでますが、でね、そこだっていうふうにしたんです。でね、歴史で戻ってきた。今度はバビロンから戻ってくるでしょ。戻ってきてエルサレムで神殿を建て直そうとした時に、そこに住んでるサマリア人たちが一緒に建て直したいって言ったの。それ、いや、もう、いや、私たちだけで建てますってこう言ったんですね。なんでかって言ったらね、異教とか異邦人と一緒になっちゃったから、こういうふうにバビロン捕囚になっちゃったんだっていうのを彼らはもう痛切に感じていたので、混血の人とは、もうダメ、もう本当ダメって、こう純血を守ろう。もう自分たちでやります。そしたらもうサマリア人傷ついたところか、もう決定的になっちゃったんです。反対運動を起こして。で、それから憎しみ合う関係になっちゃった。似てるから、近いから憎しみ合う。でも彼らはどうですか？救われるに値しない人たちですか？はい、皆さん聞いてます。今救われるに値する人ですよね。だからイエス様があえて確信犯的にサマリア人のとこ行くんですよ。女のとこ行ったでしょ。しかも不死だらな女のとこ行ったんですよ。そしてサマリア人が、彼女がイエス様を受け入れた、あ、そうそう、見てください。あの彼女が一番ユダヤ人たちの中にもなかった正しいメシア感を持ってたんですよ。すべてのことをメシアが来たら明かすって言ったんです。本当に私たちのね、偏見ってね、頼りにならないです。本当にはこの人と違うよなと思う人が一番本当に近い人かもしれない。で、そしてその後でサマリ、良きサマリア人の話もわざとイエス様したでしょ。そして10人の雷病人がいて、サラートに侵された人たちがいて、で、9人がユダヤ人で1人がサマリア人だと。そして戻ってきてイエス様を礼拝したのがサマリア人だったんです。そして使徒の働き、エルサレムでリバイバルが起こりました。イエス様信じていきました。でその後どうですか？迫害が上がった後にピリポがサマリアに行ってものすごい信じていったんです。先入観なしで見ていくっていう訓練が必要なんですよね。だいたいね、こう私たちがいろんなことがあった時に、さっき言ったように蚊帳の外になって、いつの間にか蚊帳の外にしてる人のためにね、祈ってみてください。いや、あの人もイエス様大好きなんだ、私のためにイエス様死んでくれたけども、あの人のためにも死んでくれたんだって、愛してる。ここにわざとね、逆転の発想でね、でね、今度はね、憎しんでる人、憎しむっていうかね、こういわゆる腐れ縁じゃないけど、ね、そういう相手のねのためにも祈ってください。嫌だなこいつっていうような人でね、祈って、そうすると愛情が与えられてきます。なぜか、それイエス様が愛してるから。そして次に、何事もエコひいきせずにって言われてます。で、このエコひいきっていう言葉、もうさっき今までずっと出てますけども、改めてね、はっきりと書いてますから、申命記の10章の17節で、あなた方の神、主は神の神、主の主、偉大で力があり恐ろしい神、エコひいきせず賄賂を取らずですね。イエス様ご自身もエコひいきしないということで有名な方になりました。ユダヤ人たちに試されて、この質問を受けたときですね、こう、ちょっとこう、へつらってこう言うわけですよ。ルカの20章の21節で、先生、あなた、私たちはあなたがお金になることは、お教えになることは正しく、またあなたが人を分け隔てせず、真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。分け隔てしなかったことで、有名だった。知られていたわけです。あと聖霊は
分け隔てなくこの方は望んでくださいます。先ほど話したカイサリアでコルネリスの一家のところに行って聖霊のバプテスマを与えられた。それを見ていた時、見ていたことでペテロがこういうふうに証言したんですね。エルサレムで、使徒の15章の8節9節で、そして人の心をご存知である神は私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず彼らの心を信仰によって清めてくださったのですと。徹底してエコひいきしないです。なのでこの本文戻ってみてくださいね。この21節でしょ。でこの手前19節を見てください。長老に対する訴えは2人か3人の証人がいなければ受理してはいけませんと。2人か3人の証人、これが、ね、新明記の律法にあるんですよ。律法、新明記になって2人か3人の証人を持って証言を持って、事実とみなしなさいということで書いてあって、1人だけじゃダメなんです。でこれも人間の弱さで、箴言にこう書いてます。18章の17節に、最初に訴えるものは相手が来て彼を調べるまでは正しく見える。これはもう本当にね、私ね、もう本当にいつも心の中に入れてます。なんでかっていうとね、最初に訴えたものガチでね、印象で決まっちゃうんですよ。もうこれ結構リアル。あのやっぱり、やっぱテモテってさ、牧師に対して、これ牧者に対する話、やっぱ結構で、ね、自分のことにかかるんですよね。で何かっていうと、もういろんなね、話を聞く。まあ、これはね、噂話も含めて。誰々の牧師は、あそこはカルト教会だってね、バーンと来るでしょ。ねえ。でね、一度聞くとさ、この、火が、なんだっけ、なんか、火元がなければ火が、なんて言うんだっけ、日本語で。煙が立ってるところ、なんて言うんだっけ。火のないところに煙は立たないっていうことわざがあるぐらいで、怪しいんじゃないのって、やっぱ、思っちゃうんですよ。ここでね、この箴言の18章の17節、もう、戒めですね。自分に戒めの言葉。見えてしまう。その正しいとその訴えてる人が。だから、ソースを探しますよ。その、ソースっていうのはその情報、発信元。その発信元が拒んできた。で、今度違うところ。違うところ、探していきますよ。でこういうことしょっちゅうです。しょっちゅうです。で人って弱いもの、最初に訴えると信じちゃうんですよね。でもこれね、ほんと怖い罪なんです。罪ですよこれは。だから次にね、この自分が聞いていることっていうのは全部自分が知らされているごく一部だけなんだっていう。で今自分が判断していることでさえもが全部が分かっているわけじゃないというのが大事なんです。まあ私の友人である、まあもう言っていいもんけど、こういう名刺、西東京の三藤さん、カルバジャブル西東京の三藤さんはね、よく言うんですよ。こう聞かされた時にね、ファクター X っていうのがあるからね。ファクター X、 つまり何かっていうと、いろんなことがあってもこれはもうこれなんだっていうふうにもうはっきり分かるような感じで、もうわーってクリスチャンでさえもがね、こう正義感で燃えて、特にクリスチャン正義感燃えるから、聖書使ってイエス様の言葉使ってうわーって言うでしょ。だけどここのね、ファクター X が分かっちゃうと、もう話がもう全部、話がガラーンとこう白から黒までいかなくても、かなり白に近いこう白ぐらいまで変わっちゃう、こうファクター X があるんですよっていう話をね、彼はよくするの。で、それが分かるのが次の、このね、5章の最後の部分なんです。24節と25節見てください。ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、そうでない場合も隠れたままでいることはありませんと。
これイエス様ご自身も言われたよね。隠れている間、いる間。だけど、隠れているっていうことがあるんです。良いことも含めて。悪いことも良いことも、まだ隠れているということがあって、まだ明らかにされていないんだっていう、保留する部分、留保する部分っていうのが多くあるわけです。で、それをもって、だからこれがね、神への恐れなんですよ。それをもって判断をしていくってことなんです。だからね、慎み深さが出てきます、おのずと。こう断定して激しく責めるってことがなくなってきます。いや、もちろん明らかに罪を、いや、わからないからねっていうことはないですよ。それに対しては、この毅然として罪を罪とみなして、その、この、取り除くっていう作業が必要な、だから今の場合は長老が罪を犯してるっていう時ですよね。うん。はっきりとした罪。で、そういう時は毅然としてやっていかなきゃいけないけれども、でも、それでも柔和な心でその人が立ち返ることができるように、その自分もその罪を犯しているかもしれないとか犯すかもしれないっていうその恐れを持ってですね、それでこの重荷をやっていくっていう愛の中でですね、この罪を対処していくっていう必要が出てくるわけなんですよね。で、本当厳しいです。腹痛くなりますよ。ちょっと薬飲まなきゃいけない。この場合はブドウ酒だけどね、手も出ないみたいに。最後にね、お伝えしたいことは、主がエコひいきをされないっていう真理は、皆さんを一人一人大事に思っておられるということです。自分はそんなに大事じゃないなってどうしても感じてしまいます。私がカルバリーチャペルに入って、もうここによって決めた決定的な言葉がまさにここのテーマなんです。私が大学4年の時に初めてチャック・スミスが来ました。っていうか、 もっと前に来てるかもしれないんですけども、こういろんな人に対するこの公の集会があったのが、まず OCC であって、あの8回ですね。で、その後でね、青年選挙大会っていうのがね、あのどこだっけな、あそこの静岡の方かな、あっちの御殿場、あっちのなんかでっかい会、あのこのキャンプ場ですね。で、そこで開かれて、どっちも行ったんですよ。でね、もう本当に神様に近い人だなって思いました。で、私はもう遠い、でも僕はずうずうしく、妻もずうずうしかった。小雨さん行ってチャックの下で牧会を受けようと、ずうずうしかった。誰も知り合いないのに行っちゃったんです。で、スクールミニストリーっていうところ行ってね、まあ、校長先生、そこの校長先生から、もうこう、居座りの権利だねって、なんて言ったっけ、あれ、あの、スクワットレッツ・ライトってなんて言うんだっけ、あの、座り込みの権利だ。座り込んだら、だからもう、アパートも借りちゃったから、もう受け入れざるを得ないじゃん、みたいな。あの、そういうふうに冗談言われたぐらいだったんです。だから、チャックは僕にとっては、コストメサの教会もそうって言ったら、なんか遠くにあって、もう神様に近くて、ね。で、自分は、それにちょっとおこぼれ預かりたいな、みたいな。こんな感じだったんです。だけど彼のメッセージからこうやって、私が神様に大事にしてもらってる誓いっていうのと、全く同じように、あなたにも、あなたもイエス様にとって大事で近くなんですよってこう言った。その時に私は、イエス様がずっと遠くにいたイメージが、目の前にボワーって近くなっちゃう。ボワーって近くなって、だってチャックあれだけイエス様に近いじゃん。俺にも近いんだってやって、これだけ親しく交わっていけるし、行かなきゃいけないんだって。もうずうずうしいどころじゃないですよ。恵みなんですよ。これで全て変わりました。なんかね、霊的な階層を作ってんの、いつの間にか自分で。パン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 って。ヒンズー教みたいになんかわかんないけどさ、こうパン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 って、チャックこれに似て、もうちょっとなんかビリグラムこれに似てってか。いつの間にか作ってんすよ。で、私は大したことないって。いや、イエス様近いんだよって。で、みんなが愛されてます。大事な人、エコひいき、より大事な人が一人もいません。いや、むしろイエス様は、それをいつも逆にして、あえて逆にして、ちょうどなんていうかな、整体だったらさ、なんかこっち曲がってたらこっちなんかわかんないけどさ、なんかわかんないけど、あえてなんかこうやるから痛いじゃん。ね。
なんかいつも痛いんだけど僕もやられると、あれあえてやるわけでしょ、ね、でそれをわざとイエス様されます。最も小さいものにしたのは私にしたとか、で後のものが先になり先のものが後になるとか、こうやってイエス様はいつも逆転させて、そして全ての人が大事なんだよっていうことで、エコひいきのない神様です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたは私たちに近くあられる方であることを主を感謝いたします。主をどうぞ一人一人がこの祝福をしっかりと信仰を持って受け止めていくことができますようにしてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。